お疲れ様です。うちわ TV 中の人うちわよしまいって言います。よろしくお願いいたします。ということで今回ウィニングポスト9 2021やっていくんですけども、今回はね、何にねフォーカスを当てるかと言いますと、シナリオをどれ選べばいいのかっていうところをね、ちょっとフォーカス当てておりますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。何が言いたいかと言いますと、今回ねウマ娘っていうねアプリ非常に流行ってると思うんですけどね、そこからねウィニングポスト9にね参入ちょっとやってみようかなと思ってね入って来られる方結構いらっしゃるかなと思ったんですけども、でもねウィニングポスト9ってね非常にね理不尽なゲームなので、その部分でね、なんだよこのゲームつまんねえなって思われて欲しくないっていう部分でこういう動画作っておりますので、ぜひね注意点というか、どのシナリオを選べばね、どの馬たちに会えるのか、そしてねおすすめのシナリオは何なのかっていうところをね、しっかりね確認していただければと思います。前段ですけども、このゲームエデュットができますんでね、もしね例えばねスペシャルウィーク大好きなんですっていう方であれば、スペシャルウィークね、フル魔改造していただければと思いますし、僕みたいにサイレンズズカが大好きです、サイレンズズカに対してだったら何だってできますっていう方であれば、魔改造サイレンズズカしていただいてね、もうスピードマックスね、スピナースタミナもマックスみたいなね、ことしていただければと思うんですけども、もしねとりあえずやってみたいっていう方であれば、ニューゲームをそのまま押していただくのもありなのかなと思います。さあそういうことで、いきなりねこういった形で、まあねいきなり実況が流れて、なんだこの実況はみたいな形の方もいらっしゃるかもしれませんけども、84年、91年、98年、2005年、2022年っていう形の、シナリオの選択ができます。何が言いたいかと言いますと、どこを選べばいいのか、あの馬が欲しいのならばっていう形ですね。まあ、あの体験版だと1年しかできませんけども、本製品版はいくらでもできますからね、2999年までできますから、このゲームに関しては3000年はできませんけども、なので基本的に、2999年をやりたいっていう方は別で、3000年をやりたいっていう方は別かもしれませんけども、例えばなんですけども、いきなりですねスペシャルウィークだったりグラスワンダーだったりエアグルーヴだったりっていうね、ウマ娘でもキャラになっているような馬たちっていうのをチョイス欲しいなと思って98年をスタートしてももらえません。そしてね二度と手に入りません、ボバに関してはっていう形になります。まあ正確に言うと主ボバでね、購入することは不可能ではないですし、エアグルーヴみたいにね牝馬の場合は繁殖牝馬でね、手に入れることも不可能ではないんですけども、まあやっぱりね、馬娘で知った人ですとね、やっぱ走らせてみたいっていうね形があると思います。例えばなんですけども、馬娘っていうのは基本的に98年世代結構スポットが当たっております。スペシャルウィーク、グラスワンダー、エアグルーヴ、エルコンドルパサーだったりね、いろんな馬たちいると思うんですけども、まあキングヘイローだったりハルウラだったりっていう、そこら辺の馬たちとかもしっかりね98年前後にね、出てくるんですけども、そうしますとね、例えばサイレンスズカを手に入れたいっていうのであれば、98年スタートしてしまうとサイレンスズカはもう現役になってしまっているので手に入れることができないっていう形になりますんで、1991年になってくるのかなと思います。例えばなんですけども、みんな大好きね、アニメの2期を主役飾りましたメジロマックイーンだったり東海帝王になりますと、ちょうどこの1991年、91年がね舞台になっております。92年だったり93年ぐらいまでがね、フォーカス当たっているのかなっていう形になります。当然ねオグリキャップもね、タマオクロスも出てくるような、世界戦なので、90年前後っていうね馬たちも、ウマ娘っていうのはね、結構フォーカス当たってます。そう考えると91年からスタートすればいいんじゃないのってなると、やっぱりね、オグリキャップだったり東海帝王だったりっていうのは全く所有できませんので、そうすると行く84年になってくるのかなと思います。非常に残念なお話なんですけども、シンボリルドルフだったりね、マルゼンスキーっていうのはね、所有することができません。ただマルゼンスキーに関しては主母場でね、お手伝いすることができたり、ルドルフもね主母場としてお手伝いすることができますんで、生徒会長だったりね、なんかバブリーなねマルゼンスキーが欲しいっていう方だと、イク84年をチョイスしていただいて、早めにね、マルゼンスキーだったりルドルフからね守護馬の後輩を楽しんでいただくっていうのも一つの手なのかなと思います。さあそしてね、一番問題はね、2005年はどうなんだっていう話になってくるんですね。まあみんなね馬娘でね、競馬好きになった人でも知っているような馬、ディープインパクトでございます。ディープインパクトに関してはね、ディープインパクトを所有してみたいっていう方はね、2005年をチョイスしてしまいますと、2005年からね、ディープインパクトが走り出しますんで、当然ねディープインパクトを手に入れることができません。そうなるとまあしょうがないんですけども、98年のね、最強世代と言われたこの世代をね我慢していただいて、7年後の2005年にね、
ディープインパクトが出てきますんで、7年後までにね、虹札っていう特殊な札をね、手に入れていただければ、ディープインパクトをね手にすることができますんで、そういう部分で全てにおいてゼロベース2022年っていうね、チョイスの仕方もあると思います。当然ね、今年来年に関しての新しい競馬をね自分で紡いでいくっていう楽しみ方もできると思います。2022年になるとほぼね、リアルな種牡馬だったり、繁殖牝馬だったりっていう形になります。アーモンドアイも引退している。そしてね、コンドレイルだったりね、デアリングタクトだったり、も引退しているっていう形になっておりますので、非常にね威風な競馬を楽しむのであれば2022年でもいいのかなと思います。要は簡単に言うと、欲しい馬が例えば何年ぐらいの馬だったのかなっていうのをまずね、インターネットで調べていただければ、まあ例えばなんですけども、成田ブライアンだったら94年95年ぐらいに走ってたんだなみたいな形になると、91年ぐらいでいいのかなっていう部分でもありますけども、正直91年だと成田ブライアン速攻なのでね、育84年で始めていただければと思いますし、まあサイレンスズカだったら91年でスタートしていただければと思います。スパンとしてはね、だいたい7年でね、7年周期でこの、シナリオっていうのは実際始まっているので、まあ結構ね92、3年とか、に活躍した馬だとちょっと91年だと近すぎるっていう形で、札をね集めていくっていう形になります。札っていうのは何なのかっていうと、特殊なね、アイテムみたいなのを、こう集めていく形になりますんで、それをね集めるのに大体どのくらいの時間が必要なんですかっていうと、2、3年はやっぱり必要になってくるので、まあ本当に成田ブライアンだと91年だとちょっと近すぎるのかなというので、ちょっと残念なんですけども、育84年でね8年9年ぐらい頑張って回していただいて、成田ブライアン手に入れていただいたりだとか、まあその他にもね、北さんブラックだったらじゃあどのくらいがいいのかっつったら、このディープインパクトの世代から始めていただいてもまだギリ間に合うのかなっていう形、オルフェーブルだったりね、ゴールドシップだったりっていう部分でもここら辺でねギリ間に合ってくるのかなと思いますので、シナリオの選び方としてはね結構ね、まあ欲しいね、馬よりちょっと前からスタートするのがベストなんだなっていう形になりますんで、気をつけていただければと思います。そこでなんですけども、じゃあどのね、シナリオがおすすめになってくるのかと言いますと、私はですね基本的には育84年がねやっぱりおすすめにはなってきます。このねウィニングポストってどういうゲームなのかって言いますと、ウマ娘みたいにアクティブにね競馬ガンガンするっていうよりは、じっくり競馬を楽しむような競馬歴史シミュレーション、光栄ですからね、信長の野望だったりね三国志だったりを出しているような会社ですから、やっぱり競馬のね歴史も楽しんでいくっていうゲームになってくるのであれば、ちょっとね昔すぎる、特にね、僕も生まれてないようなね1984年っていう形になりますんで、非常にね、古くねっていう話になると思うんですけども、どうでしょうかね、最近の競馬しか知らない方からしたらね、ミスター CB ってどんな馬だったんですかって、大地が弾んでミスター CB なんてね動画でしか見たことないですよねっていう馬をねこう間近でねこう勝負したりすることができる1984年っていうのはね結構貴重なシナリオなんだなっていう形になります。そしてみんな大好きね、涙の東海帝王だったり、オグリキャップがね奇跡の復活をした有馬記念っていうね、有馬記念がものすごく楽しまれている、まあ今もそうかもしれませんけどもね、年末のグランプリですよね有馬記念って言うたら、それがね非常にフォーカスが当たってくるのがこの90年代前半になります。そしてね沈黙の日曜日って言われているサイレンスズカがね、走っていた98年って言われる世代もね非常にねここはハイレベルな世代でした。ここのね部分にフォーカスが当たる98年も楽しいとは思うんですけども、やっぱり競馬をね歴史シミュレーションとしても楽しめる育84年はかなりおすすめなシナリオなのかなと思います。で2005年になってくるとですね、ディープインパクトもねもういますんで、まあリーディングサイヤーの部分見ていただければわかるんですけども、1位サンデーサイレンス、2位もねサンデーサイレンスの直進のダンスインザダークっていう形で、そして3番目もブライアンズタイムですね、ってなってくると、まあ親血統で考えると全てロイヤルチャージになっているっていうねリーディングサイヤーになりますんで、血が濃すぎちゃってね、まあ配合もね割とねこうなんかもう単一路線みたいな感じの配合になってくるので、2005年っていうのはね結構ねまあ近い競馬でね親しみやすいところなんですけども、ウイニングポストンっていうね、部分で考えるとことさらねちょっとね近すぎちゃって、
楽しむところが来る前に、なんだろう、今の2021とかになっちゃうので、でまあ実際ね、ウイニングポストって何を楽しむのかっていうのと、日本のね競馬史っていうのを楽しんでいただきたいのと、配合でいろんなことができますんで、そういうことを楽しんでいただきたいってなると、一極端にねなりつつある91年よりもさらにもうちょっと前行っていただいて、ノーザンテイストっていうね、サンデーサイレンスより前に活躍してたノーザンテイストだったりがいる、このリーディングサイヤーが始まる育84年っていうのはかなりおすすめなのかなと思います。当然最初だとね、なんだ右も左も分かんないようなね馬たちが走ってるので、ちょっとつまらないなっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、だん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 ね、血統の深みにもねハマっていけるようなところが育84年の楽しさです。そしてね、今の日本競馬っていうのはね、大種馬はサンデーサイレンスを語らずにはねおけないぐらい、サンデーサイレンスがいなかったらね、どんな世界になっていたんだろうっていうこともできるのが1984年となっております。威風を楽しむっていう部分でも歴史をね、もう一番深くね掘り下げられる1984年っていうのは非常におすすめなシナリオになっておりますので、ぜひね、ルドルフっていうのが一体全体ね、どこまでね波動っていう、なぜルドルフっていうね絶対はないっていうね言われている競馬で絶対があったルドルフっていうね考え方っていう部分、そしてね、天才はいた、悔しいが東海帝王っていうところ、このね2つのスポット、1984年1991年っていうのはね、非常にね競馬がぐわっと上がってった年代になっております。育84年に関してはね、もうグレードレースがね導入されるてからね、そんなに期間も経ってないので、そうするとね、まあ、あの G1 を勝っているジョッキーがなんだこれは少ねえぞみたいなのとかも、そういうのもね、知れるっていう部分に関しては非常におすすめになってますんで、ぜひチョイスしてみてはいかがかなと思います。こんな形でねシナリオを軽くまとめさせていただきました。でも本当におすすめなのは育84年ですし、逆にねどの年代始めても楽しめるとは思うんですけども、気をつけていただきたいのは星馬が登場するシナリオっていうのによって、その馬をチョイスすることができないので、しっかりねこの年齢でこの馬が、この年代だったらこの馬が出てくるっていうのを知っていれば、ちょっと前に遡っていただいてやっていくっていう、ね、やり方をしていただければ、ディープインパクトだったりエアグルーグね、スクラスアンダースペシャルウィークだったり、有力馬をね自分の愛馬としてね、戦わせることもできますんで、ぜひそこの部分でシナリオをね、一発目のシナリオをチョイスしてみてはいかがかなと思います。こんな形で引き続きね、ウィニングポストだったりね、ダビスタだったり、そしてね週末のレーシミュレーションだったりっていうのをね、引き続き動画作っていきたいと思っておりますので、ぜひちょっとでも面白いなって思っていただいた方はチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。今回はねシナリオについてまとめさせていただきましたけども、ぜひ次の動画もまた見ていただければと思います。それでは次の動画でバイバイ。